Rise 125 125 125 那須川天心 VS ロッタン予測動画です。誰が勝つ、ね、どうやって勝つ、どうやって勝つ、そうですね、いつ勝つ、おお、どのラウンドで勝つ、判定 KO、 いろいろオプションがあります。それをちょっと全部見ていきたいと思います。 Roll the intro。 What's up everybody、Welcome to Family Time! ロッタン VS 那須川天心。Yes! 今までの一番大きいチャレンジですね、那須川天心にとって。そうですね。キックボクシングでは、Let's say that. Should we get into it? Get into it. So, ロットレックと試合しましたね。あのロッタン選手が。今週23日、5月23日。に、ロットレック梅野源氏に勝ってるロットレックと試合をしました、うん、で、はい、その試合であのいつも前に出るガンガン攻めるロッタンなんですけれども、ロットレックとやるときにはまあローキック、特にインローをコツコツ入れて、うん、肘を狙って、そうですね、うん、結構タイミングを合わせましたね、合わせましたね、後ろに下がりながら戦ったので、うん、そういう戦い方もできますっていうのが分かりました。 でもこの試合でロットレック選手は4パウンド軽量オーバーでした。4パウンドは約、まあ、1.7-1.8 キロかな。ビッグミスですね。大きいミスです。でラジャダンナムは当日計量です。前日じゃなくて、そう、当日でそんなにオーバーして回復は絶対無理なので、本当にロートレックってかなりパフォーマンス下がってる状態で、ベストのロートレックではないですね。そうですね、うん、それは僕は知らなかったです。 Yes、oh. The Internet That's everything それでもあのロットタンスーパーパフォーマンスでしたね、うん、Very good performance、うん、ロットタンの紹介動画、Yes. 作ってあるので、あのロッタンどういう選手か分かんない人はその動画を見てください。そうですね。でもまとめて言うと、ロッタンは前に出てめちゃくちゃ強い、タフ、うん、タフマンスタイル、もらって返す、そうですね、で相手にダメージをつけてボコボコにするスタイルですね、はい、よくタフマンが持ってるのはそのタフネスですね、うんうん、でスタミナ、相手のスタミナを削って、うん、まあ、そこからボコボコに入るんですけど、うん、ロッタン選手がちょっと特別なものは一発ありますね、うん、一発あります。なので前にガンガン出てきて自分がちょっと捕まっちゃったら、ロッタン選手に当てられたら、そこからだんだんねロッタンペースに入るのが早いです、うん、普通よりも、うんうん、それほどパンチや蹴りが重いんですけど、ね、結構早いですね、うん、あのペースの流れが変わるのがと僕は思いました。 okay. 普通のタフマンは一発目、うん、まだ大丈夫、二発目、うん、で、うん、ちょっとあ疲れてきた時に二発、三発、四発、バンバンバン、うん、大きいコンビネーション当たって、そこでペースが変わりますね、うん、ロッタン選手はもう一発目からもう相手がこんなの食らっちゃダメっていうのが、うん、っていうのを感じます。なので当てられるかどうかの問題ですね、那須川天心に。本当かどうか知らないんですけど、ロッタンブアカオの親戚なんですよね。ああ、そうそうそう。カゼン、How do you, what is カゼン？いとこ。いとこ。じゃあブアカオのいとこらしいですね。らしいです、ね。本当かどうか、いやタイだから分かんない、ね。分かんないです。Anyways、皆さんも那須川選手の強いところを分かってると思いますけども、はい、なおと簡単に、Why is 那須川 so good?Why is he so good? Why is 那須川選手、まあ、結果から見るとほぼプロキャリアの中で、うん、試合は勝つんですけど、ラウンドも結構全部勝ってますね、うんうんうん、スワキミで多分5ラウンド、うん、ちょっと分かんない、うん、でもあの確実にラウンドは結構取ってます、okay. なので偶然で一発当ててるんじゃなくてテクニックですね、うん、で毎回同じ結果を出してるので、うん、それは undeniable that he's super good、うん、okay. でも何がいいのか、yes. パンチですね、うん、僕が思うには那須川天心蹴り上手です、うん、肘も全部できますね、うん、スワキム戦で全部出しました、ね、ジャンピング蹴り、前蹴り、蹴りのカット、ディフェンス全部上手なんですけれども単独では技は、まあ、他のキックボクサーもできる
くらいのレベルだと思います。うんうん、でも那須川天心のパンチは誰もまだ真似できてないですね、うん、キックボクシングの中で。そう、パンチがパンチが上手だから、蹴りも膝も肘も全部当たる、うん、じゃあロッタンの重いパンチ VS 那須川天心のパンチっていう試合になると思いますか。そう、どういう感じですか。蹴りを、ね、蹴りを見るのも、もう一つステップアップ予想ができるんですけども、体の大きさで、もしかしたら那須川天心もちょっと大きいかもしれない。ちょっと大きいと思います、うん、だとするとパワーもね、ロッタン選手なかなか、うん、下がると思いますね。あと那須川天心選手で本当に効いた打撃、蹴りはあると思いますけれども、うん、ボディの蹴り、ストライキングちょっと効いたとこあると思います。パンチでぐらついたことないです、うん、でそれは全部避けるのも あるんですけど、全部避けきれないですよね。プロの相手も必死なんですから。そうですね、当たった時も見えてますね、うん、なのでロッタン選手が那須川天心に見えないパンチを当てるっていうのはまずないと思います、うん、特にラウンドの最初の頃、okay. でも圧倒的な重さで見えても重いパンチもあります。だからそれが分かんないです、試合を見るまで、うん、でも見えるなら避けられますね、うん、避けられなくなった時どうなるか、okay. そこまで行くかどうか、そこはそうです、それもありますよね。 So 予測タイム、プレディクションタイム、Who wants to go first? Who wants to go first? 直人は天心もう分かってる、判定那須川天心 OK だと僕は思います。あ、でも3分5ラウンドだよね。3分5ラウンド、キックボクシングルール、ノーホールディング、ノーエルボー、ノーキャッチングキックス、ノーキャッチングキックスだね。あ、ライズキャッチングキックスありの、キャッチで一発できるかな、多分できると思います。I don't know、 わかんないけど、わかんない。あー、ロッタ選手打たれ強いもんね。4ラウンド KO か判定でも、天心 Yes、okay. 4ラウンド KO か判定ですね。 KO なんですけど、ボディ、ボディだと思います。蹴りかパンチ、でもボディからだと思います、ね、顔をバーンって、中村優作、藤田選手、顔からバーンって KO するのはないと思いますね、うん、ボディからだと思います。うん、Okay. Yes. 僕は I gotta go 天心選手判定 No KO KO 無理だと思う、 KO 無理だと思う。でも判定勝ち、多分 1,2,3,4 完全に取ると思います。 Maybe 4からちょっと疲れるかもしれない。疲れるっていうよりもスピードがちょっと落ちて、もうちょっとロッタン選手がチャンスあるっていう、なんか外から見るとチャンスあるなっていう感じになると思うんですけれども、実際には、うん、天心の圧勝だと思います。ムエタイルールだとまた話違います、ね、ムエタイルールそこ入ろっか、入らない。 Talk about the percentage、 It's called、okay. 割合で、割合で、so、このライスの試合で僕は 80% 那須川天心判定勝ち、 20% ロッタン KO 勝ち。おお、 OKOK、okay, okay. Maybe like、 じゃあそうしよう、yeah. じゃあ僕は80% 天心判定勝ち、 OK and 10% 天心 KO 勝ち、 OK、 で残りはロッタン選手 KO だね。 KO でしか勝てない、勝てるわけないよね、判定で。もう一体もう一体ルールであれば I think 50-50、 ムエタイルールだと僕も 50-50 判定だと思います、うん、そうですね、うん、I would say that. まあ、あ、でもそこの 10% は天心 KO やっぱりまた入れますね、僕は。ほう。KO のチャンス、あ、毎回あると思います。那須川天心は、ね。あまりにも多いですから。Yes. 過去の試合で。ありますよ。やっぱ、ロッタン選手が勝てば、Ryzen のキックトーナメントに入れてください、ね。おー、それは入れなくちゃ、ね。そこで Ryzen the rematch。Yes。Yes。そうですね。ロッタン選手勝ったら、インターネット爆発しますよ。Oh yeah. Oh my god. 森陽介 vs Yodlek Pet どころじゃないですね。Oh my goodness. 那須川天心が負けると。That would be crazy. 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 So, 皆さんはどう思いますか？ロッタン選手勝つと思いますか？それとも那須川天心 Will he do it again? またできますか？そうですね。Will he do it? そうですね。楽しみです。それかロッタン選手が
世界をびっくりしたのは、もっといい言葉あるかな。Shock the world. そう、Shock the world ね。That was the video, 皆さん。ぜひ皆さんがどう思うかコメントで知りたいです。Mm-hmm. Yes, 詳しいコメントね。ディスカッションしましょう。Yes. In the comment section. 誰が勝つ、どうやって勝つ、いつ勝つ。で、あの、誰が勝つのはね、ここに、oh, yeah. yeah, 出てくるので、The polls. 今日の動画はここまでです。そのいいねボタンをスマッシュしてください。Smash it. Follow our Instagram, Facebook and Twitter, Family Time FT. よろしくお願いします。そこにある登録ボタン、それをスマッシュしてください。Smash it. 最後まで見てくれてどうもありがとうございます。皆さん、これからも練習頑張ってください。We'll see you again soon! Bye bye!